よろしくお願いします。安富でございます。で私がですね、どんな研究してきたかっていうことを最初にこのパネルで説明しようと思うんですけど、だいたい研究のですね、内容をまとめたパネルを出すことになってて、今年はもう作らなくてもいいよって言われたんですけども、やっぱり作りますって言って、作りましたが、もう字で書いたって誰も読まない。なんか多分このスペースでですね、このぐらいの字で私の研究まとめろと言われても無理なので、絵で描いてみたんですけど、まずだから私がですね、大学卒業した年にですね、まあ、その年の心にプラザ合意というのがありまして、日本円がですね240円ぐらいから120円ぐらいまで半年ぐらいの間に値上がりするという大変な出来事があり、その時にですね、日本政府は、つまりそれは日本経済が巨大化してですね、世界的な地位が全く変わったのに、その為替レートがですね、120円というのは無理やり低いところにあったやつをこう外したので、こう調整が始まったわけですね。だから構造的変化に対応する過程だったにもかかわらず、日本政府はですね、それを一生懸命こう日本円を出してですね、円高をなんとか抑えようとしたわけですね。で、構造的変化によって発生していることを政策的に抑えようとしたって、それはできるわけがないんですけど、まあ言えば体が大きくなっている子供が大きくなりすぎてですね、これはいかんとか言ってこう無理やりこうサイズの小さい服とか着せてですね、小さくしてるみたいなことをしたので、具合が非常に悪くなってしまう。で、具体的に何が起きたかというと、日本円の資金がですね、こう膨大な資金が余って、でこれをですね、無理やり銀行とかにこう購入していくってことが起きて、銀行にしてもですね、こんなたくさんのお金どうしたらいいんですかっていう時に、土地だっていう、そういう日本社会はですね、ずっと土地を中心に回っていて、高度成長期に至るまでですね、土地資本主義というふうに言われるように、こう土地本位主義という感じで、金とか銀よりですね、土地が一番安定した資産だっていう謎のですね、信念を日本人は抱いていまして、ヨーロッパでですね、土地って最も危険な資産なんですけども、これは例えば森島道夫先生という私の師に当たる方がロンドン大学におられたんですが、サントリートヨタ財団っていう、サントリーとトヨタからですね、お金をもらって財団を、大きな財団を作って研究所を作られたんですね。でサントリーはお酒の会社で、トヨタが自動車の会社なので、あだ名がですね、ドリンキング&ドライビングっていう、酔っ払い運転っていうあだ名がついてしまったんですけども、そのドリンキング&ドライビングを作ろうとして、お金をですね、トヨタがいっぱい出してくれたわけですね。それをどうやって運用するのだということを相談したら、イギリス側がですね、これは株式とそれから社債に投資しますっていうふうに言ったら、トヨタの人たちとかサントリーとかで、そんな危険だってびっくりしてですね、じゃあ何にしたらいいんですかって、不動産って言ったら、イギリス側がそんな危険だって言ってですね、揉めたっていうお話を書いておられましたが、まあ、最終的にはその当然不動産ではなくて株式とか社債という安全な資産で運用されたんですけども、まあ日本人はずっとその不動産が安全だと思ってたので、当時の日本人はですね、その現代社会に日本経済が対応したがために、現代経済に対応したために日本経済が巨大化した、その結果生じた現象に対して無理やり資金を増大させることで対応しようという無茶なことをした銀行が不動産に投資するというですね、非常に日本社会に根ざした不思議な行動を取ったために発生したのがバブルでした。でちょうどですね、私が銀行に入った時がちょっと円高不況と言われている時期で、その時にですね、一生懸命日本円の資金、誤った資金を不動産に投入するという仕事をやっておりました。で私が2年半ぐらい働いてですね、もうくたくたに疲れて、もうこれもこのままやったら死ぬと思ったので辞めたんですけども、みんなその私の同僚たちは死なずにですね、その働き続けて、で実際に死んだ方もおられるんですね。30歳ぐらいで過労死した人たくさんいたんですけれども、その方々が引き起こしたのがこうバブルだったわけです。でその点私はですね、大学辞めて、銀行辞めてですね、大学院にも入ってですね、なんであんなことをするんだろうと、みんな賢い人、当時住友銀行っていうところに入ったんですけど、住友銀行っていうのは就職ナンバーワン企業で、就職人気ナンバーワン企業でですね、実際まあ私が入ったのも先輩たちが優れた方が、特に京都大学卒業した OB たちの非常に優れた方がたくさんおられて、こういう人たちと一緒に仕事をできるならぜひ入りたいと思って大学に行くのやめて入ったんですけども、入ったらですね、優れた人がいるんだけど中でやってることはむちゃくちゃなんですね。本当にもう一切コミュニケーションがですね、まともに形成されてなくて、
そのなのある私の先輩が言ったんです。住友銀行ってのは非常に風通しのいい会社なんだ、だけど風は上から下にしか吹かないんだって言ってたんですけどもまさにそういう感じだったんですね。で、それでその、ここバブルというのを引き起こしていってですね、その過程でこの職員たちは過労死し、もうほとんどの人が過労死寸前で働いてるという状態になって、一生懸命バブルを起こしてですね、日本経済を今日に至るですね、この困難に叩き込んでしまったわけですね。でまあその当時はそのここまでひどいことになるとも私は思ってなかったんですけど、いくらなんでもこれはむちゃくちゃだろうと思っていたので、どうしてこんなことをですね、みんな一生懸命優秀な人が集まって研究やるんだろうと思ったことを研究テーマにしてですね、そのために、らせんしようと思ってですね、それでその満州国の研究を出しました。でちょうど日本がですね、戦前の日本がその日中戦争、こうアジア太平洋戦争を突き進んでいく過程っていうのはやっぱり基本的に同じようなことが働いてたんだろうと思ったわけですね。で実際私がまあ研究してみて分かったんですけども、戦前の日本人は基本的に今の日本人よりずっとしっかりしてます。一人特にエリートレベルが高い、例えばですね浜口おさしという総理大臣がいましたけども、この方とですね今の安倍晋三さんと比べてどっちが立派な総理大臣か、もう笑もうすでに笑っておられますけども、例えば今の大蔵氏誰だ、財務大臣誰だったかな、誰でしたっけ、っ名前忘れちゃった、誰か忘れちゃったけど誰だ、麻生さん、麻生さんと高橋惟喜と比べてどっちが立派な政治家か、まあ、考えていただくとですね笑っちゃうぐらいレベルが違うんですねていうか学者もそうです自分で言うのは恥ずかしいですけど、学者にしてもですね、戦前の学者の知識だとかすごいんですよね。その例えばだからまあ本当どってことないようなレベルの人でもですね、だってイタリア語とフランス語とドイツ語と読める人普通にいるとかですね、まあ、たくさんいて、でなんでこんなに勉強する暇があったのかなというぐらい本を読んでるっていう感じの方がですねたくさんいて、でやっぱり私の印象でしっかりから私が本当に衝撃を受けたのは、日本銀行とかですね、それから満州中央銀行とか そのレポートをたくさん、まあ、研究この確定で読んだんですけど、そのレポートは、ね、ものすごくよくできてるんですね。もう本当に短い文章で必要なことがこうきちっと書いてある、しかも字がうまいみたいな、私の字ものすごく下手くそなので後で書きますけどだいぶレベルが違うよなっていう、こうエリートのですねレベルが違うなと思ってて、どうしてこんな賢い人たちがあんなとんでもないことをしてたんだろうと思うとですね、やっぱり同じ原理が働いてたんだろうなと思ってこういう研究を始めたわけです。研究始めてすぐに、大学院に入ってすぐにですね、たまたま北京大学に遊びに行きました。でそしたらですね、ちょうどその時に5月に遊びに行ったんですけども、学生たちがデモを毎日行くわけですね。それで私もですね、なんか面白そうだなって天安門広場に行ってデモに参加してたんですけども、それから満州の方にこう旅行に行ったらですね、ハルピンにいる時に、天安門事件が起きてしまいまして、で北京に戻れなくなっちゃって、でしょうがないから大連から逃げて帰ってきたんですけど、本当その時はもう、あ、私ももう人生終わったかな、もう帰れないかもしれないなとか思ったんですが、大変な出来事で、その時にその、北京の街にあふれる人々を見てですね、衝撃を受けたんですね。つまりあの時代の中国に、今でもそうなんですけど、デモに行くっていうのは非常に危険な行為なんですけど、でもその恐怖を振り切ってですね、何百万という人がこう街にあふれ出して声を上げている姿を見てですね、非常に感銘を受けて、かつですね、その時の北京というのは本当に安全で、なんですか、輝いているような美しさがあったんですが、それがこの戦車によってですね、踏み潰されて、それ以降北京はですね、二度とあの輝きを取り戻さないどころか、今はですね、月も見えなくなっちゃいましたよね。で、排気ガスが凄まじくてですね。でまあこの時の中国の姿と当時の日本と比べるとですね、まあ、明らかにこれはおかしくて、で、まあ、この天安門事件に至るまでですけれども、人間社会の秩序っていうのは、こうそういう人々が街に飛び出してくるような時に本当に生まれるのであって、人々がですね、どっかに押し込められたり、あるいはそのなんか熱狂してることに、こういうバブルで踊ってる時に生まれるわけじゃないんだっていうような直感をその時に得てですね、で満州事変から以降、日本国民はですね、歯を食いしばって頑張ったわけですね。歯を食いしばって頑張れば頑張るほど事態が悪くなっていって、でよく考えてみたらですね、その1931年から45年の間、どこで止まってもどこで値を上げてもずっと良かったんですね8月15日に値を上げるんだったら、もう1ヶ月前に値を上げとけば原爆も何もなかったですし、もう半年前ぐらいに値を上げておけば東京大空襲も沖縄もなかったので、
もっと前に値を上げておけばって考えるとですね、ちょうどだからスターリングラードが、ドイツ軍が押し返された瞬間ぐらいに真珠湾に突っ込んでるんですね。バカかって思うなんかね逆転したんだからそこでドイツ攻撃しろよって思うんですけど、そうすればその時にですね、ドイツが攻撃が連合軍側に乗ればですね、ものすごく高いバーゲリングをしてですね、満州国とかも全部認めさせることができたり違いないような状況だったんですけど、まあ、どっかで根を上げておけばですね、良かったものをこう一生懸命頑張れば頑張るほど事態が悪化していくっていう、そういうプロセスだったと思っていて、それがやっぱりこのバブルとですね非常によく似ていたように思っています。でそれでそのこういう人々が熱狂したり、まあ、こういう悲劇が発生したりするようなことの背後にはどんなダイナミックスがあるのかなと思って、この数理化学の非線形化学っていうのをこう研究して、これちょっとうまく書けなかったんですけど非線形現象の絵なんですけど、うまく書けなかったんですが、まあ、そういう研究をしまして、あとまあ中国の行動高原とかにこうフィールドワークに行ったりとかして、最終的にですね、今はこう馬にマイケル・ジャクソンの研究とかもしましてですね、今はなんか馬ホースセラピー、馬を使ってどうやって人間社会をですね、こう狂気からこう脱出させたりいかみたいなことを研究しておりますということをこう絵で表現したんですが、ほら分かるはずがないですよね、こんな絵でねはい。で、で今日はですね、あの日頃はまあ大体こういう話だけで講演をするので、ずっと喋ってるんですけど、あの喋ってるとかいい加減な話をしてるんですけど、今日はですね、あの非常に真面目にやろうと思いまして、東洋文化研究所の公開講座らしく地味な報告しようと思って、この資料をお配りしました。でこれはほとんどがその論語の引用でできております。でこの文章をどう読むかっていう話をですね、やっていこうと思います。で論語の今日のテーマはですね、未知という概念ですね。その未知という概念は、実は非常に注目されていてですね、というかこの多分このハーバードの人生が変わる東洋哲学っていうひどいタイトルが付けられている本があるんですけど、これはあの元のタイトルは The Path という道というタイトルの本でして、ハーバード大学で3番目に人気のある講義らしいんですね。1位が経済学入門、2番目がなんかあの計算機科学とか、3位がこれらしいですね。というぐらい東洋哲学っていうものが、アメリカとかも非常に注目されている。でここに書かれていることで私は本当に驚いたんですけども、私がですね割と言ってたことを書いてあるんですねで不思議なこと、日本のですね学者のこの中東洋哲学の方が言ってることと私が言ってることだいぶ違うんですけど、アメリカの学者が言ってることは近かったのでびっくりしたんですが、これ割とおすすめの本です。で、アメリカのですねエリートたちがこの授業を聞いて、すごい元気になるらしいですね。でこの講義が終わるまでに君の人生は必ず変わるっていうのが白バスに書いてあるそうなんですけども、すごいかっこいいなと思ったんですが、でここに書いてあることの、まあ、一つの要点がですね、私がちょうどここの始めにのところで書いている、これはあの、1900、なんだ、あれどこだったか、一番最後にかな、どこに、あの論語の道とは何かっていう、東洋文化というですね、この東洋文化研究所の出している年に1回刊行する、まあ、特集だけでできている雑誌があるんですけど、これのですね、2015年3月に出た95号に書いた論文の内容をご説明しようと思っています。でその時に書いたことがこちらなので、でこれのですね、初めに書いてあることがですね、ほぼまあこの本のテーマと近いんですけども、で結局何かっていうと、あのヨーロッパのですね、西洋を起源にする現代文明というか現代社会の基本的な考え方がこう選択という概念の上にできているんですね。でこれはあのハーバート・フィンガレットというアメリカの優れた哲学者が明らかに書いたことなんですけども、孔子っていう本の中に書いてたんですけども、こうヨーロッパ的には考えていくと、こう道といえばこう必ずどっかに分岐点があるんですね。で人というのはこう歩いてきてですね、ここに来て、どっちに行くんだと、あれかこれかと、 To be or not to be っていうのがですね問題になって、そしてそのどちらかを選ぶんですね。どちらかを選んでその発生して結果がですね、これが OK なことだったら、これ全部こう記録されていくんです。ジャーナルに記録されていってですね、それが最後の審判の日にこう呼び出されてですね、お前あの時こんなことしたよね、天国行きとか地獄行きとかってこう決まるっていう、そういうストーリーになってまして、
やっぱどういう選択をしたかっていうことがここでチェックされるという仕組みになってます。で正しい選択をした人は天国行き、間違った選択をした人は地獄行きということになります。でなのでヨーロッパのですね、いわゆる倫理学においてはですね、この選択問題っていうのが基本的に議論されて、有名なやつがトロッコとこっち、トロッコの線路の上に5人人が並んでいてですね、このまま行ったらトロッコは5人を引き殺してしまうと。でもこっちの線には別の人が1人立ってると。これをこっちに行かせたらいいのか、こっちに行かせたらどっちだみたいな議論をするんですけど、これはそのこういうどっちが正しいのかって、結局何をしているのかっていうと、その最後の審判の日にですね、どういう審判が下されるのかを事前に知りたいと、そういう問題性ってなってるんです。で、すごい面白くて、私はそれについてですね、トロッコ問題というのはもう意味がなくてですね、それはですね、その時トロッコに乗ったらどっちか引き殺したい方を引き殺すしかないんだというふうに主張してですね、それは孟子に基づいて、孟子のですね、即印度上という概念に基づいてそういう議論をして変えたことがあったんですけど、全く同じことをここでトロッコは意味がないっていうことを、さまざまな細かい状況がですね、抜きにして議論を立てても意味がないんだということをちゃんと書いてたのでですね、大変感心したんですけども、まあ、多分元がフィンガレットです。私もこのフィンガレットの議論に基づいてそういうことを考えたので、多分この方もフィンガレットの影響でこう言ってるんだと思うんですが、この選択っていうのがですね、つまり選択をして良き選択をすれば褒美がもらえて、悪しき選択をすれば地獄行きになるという、この仕組みがですね、現代社会はできてます。だから多分法律も全部これでできていて、例えばですね、人を殺した場合、罪とか殺人罪に問われるんですけども、でもですね、自分の命を守るためにそれ以外に方法がなかった場合は正当防衛といって罪に問われないんですね。なぜかというと、その選択肢がなかったと、相手を殺す以外に自分の命を守る方法はなかったんだということを示すことができれば無罪なんです。でも選択肢があるのに殺したら、たとえ相手が自分を殺そうとしたとしても罪に問われるという、そういう仕組みになってます。で、選択肢が十分に与えられている状態を自由と、フリーダムオブチョイス、選択の自由というふうに言うんですが、で選択肢が制約されていると不自由と、まあ、こういう考え方をするんですね。で経済学は全部これでできています。で経済学だけじゃなくて、まあ、法律学もそれでできていて、で心理学もいわゆる心理実験と行われるものは全部ですね、この選択をテーマにしているんですね。どういう選択をするかっていうのを観察して、その原理を解明しようとするようにできていて、人工知能も全部こういうのでできています。で基本的に近代はですね、この選択モデルでできていて、あと大学入試もこれでできているんですね。センターテストっていうのはこの選択、良き選択をすると大学に入れるっていうのと、良き選択をすると天国行きって同じ構造をしてるんですね。でだからあれはその最後の審判をモデル化したものがセンターテストなんです。でだからその近代以前のですね、社会でああいうことを思いつかなかったわけですね。その選択問題を出して、多分その あのセンターテストを例えば江戸時代の儒者とかにしたら、お前何やってんだとこんなものが人間と何の関係があるんだって怒りくると思うんですけども、あれ納得しちゃうのはこの選択モデルで私たちが全部投与された社会に住んでるからです。で、でこういうそのものに対して、そのフィンガレットがですね、選択に対して孔子の議論の中心にあるのがこう道なんだと。道という考え方で、この道というのはですね、こう一本道なんだと。分岐がないんですね。で分岐がなくて、じゃあその悪しき選択がないわけです。じゃあどう、何が間違ってるのかっていうと、この道から外れるのが間違ってるんですね。で道から外れるのが間違いでは実はなくて、道から外れたのに戻ってこないのが間違いなんですね。これが有名なですね、過ちた改めざる、これを過ちという論語の言葉もですね、言ってることです。だからこう道から外れるのはしょうがない、人間バカだからしょうがないんですけども、外れた時にですね、このまま行ってしまうやつがこれは間違ってると、この道しかないとかって言ってしまうのが間違ってるんですねそうじゃなくて、いやちゃんと間違えたら戻ってこいと反省して、で単に反省して帰ってくるだけじゃなくて、その改めるっていうことによって成長するっていうのが非常に大事な
要素になる。だから、論語の倫理はですね、基本的にその過ちを犯すのは OK なんですね。過ちを犯したときに、その誤ったのはなぜかと自分に問うてですね、そして自分自身の在り方を変えてですね、成長する、学習する、学ぶっていうことができるかどうかがポイントになってますね。これが倫理の、論語の倫理なんですね。でこの倫理はさっきのですね、選択の良き選択を積み重ねるという倫理とは全然違うけれども、非常に優れた一つの倫理に対する答えなんだということをフィンガレットは指摘しています。で、結局その後学ぶっていう、これが論語の最も基本的なですね、倫理ですから、だから論語の一番最初が学事という章でできておりまして、学んでですね、後にこれを習うと、また喜ばしからずやと、楽しからずや、どちらちゃんと覚えてないのでバレしますね。まあいいや、後で、どっちでもいいや。で、つまり、まあ、学習というのがですね、倫理の基本になります。なので、まあ、儒者、これはもっと後のですね、朱子という学者がですね、作ったその朱子学においてですね、こう学ぶものという、概念ができてですね、これが、君子に至る道なのであると。で学者っていうんですか、だから全然こうちゃんと反省してですね、立派な人間になろうと思ってこう修正し続ける人が学者なんですね。だから今私たちは全然しないわけです、学者っていうのは。全然反省しないでですね。一生懸命調べ、自分のことなんか一切反省しないでですね。調べてるのが間違ってるぞとかって、こう人を批判したりとかですね、自分は正しいんだとか言ったりする、基本的に学者の定義に合っていないということになるんですけど、で、でそういうのが道という考え方のですね、最も大事な点だと私はフィンガーレットに基づいて考えています。でですね、そのでこの観点から、道っていう言葉をですね、論語がどういうふうに使っているのかをこうきちっと調べてみようと思って、で冷静に考えて驚いたんですけども、そういうことをして、じゃ他の以前の学者は、学ぶ者たちはどういうふうに言ってるのかなと調べてますね、ないんですね。論語の道の要領を全部並べてどういうふうに考えたら一貫して議論できるかっていうことを研究した人が、私の見た感じでは見つからなくてですね、すごいびっくりしたんですけども、どうもないみたいなんですね。でそれで今流布している重要なその論語に関するですね、注釈書を調べてみたんですけど、道の解釈は非常に恣意的なんですね。一貫して道という言葉を解釈しようという気がないみたいで、いろんなところでいろんな意味でこう読んでるんですね。私は非常に不思議に思ったんですけども、でまあもしかしたら私の研究がですね、道の使い方をですね、一個一個要領に基づいて研究した最初の理論かもしれないですけど、ありえないと思うんですけ ど私が絶対見落としをしているはずで、あるはずなんですけども、ちゃんとした学者っていうか、この授業の研究者に聞けばですね、ご存知なんじゃないかと思うんですけども、見た限りではですね、まあ、少なくとも近代日本においてやってないみたいな気がいたします。でじゃあどういうふうに解釈したらいいかっていうことなんですが、論語ではですね、道が何かってことを基本的に議論しないんですね。でそれはなぜかっていうと、王筆というですね、偉大な注釈者がおりまして、まあ、彼はその論語も老子も研究したんですけども、その中でですね、こんなふうに言っています。聖人、つまり孔子ですね、孔子は無を体得していたが、無は言葉で説明できない、だからその発言はいつも有のことに及んだのであると。老子や荘子はいまだ有の立場から抜けきれていないので、いつも自分の足りないところ、すなわち無を説明しようとしたのであるというふうに指摘しています。だからこの場合はですね、この王筆という人は老子よりも孔子の方が上だと考えていて、でその何を言ってるのかというとですね、これビットゲンシュタインという哲学者がですね、20世紀の初めに主張したことなんですけど、
まあ、言葉で言葉で言える範囲は有限なんだと。何でもかんでも言葉で表現できるわけじゃなくて、言葉で語り得ない範囲の向こう側にですね、こう神秘があると。でこっちはですね、ここは語り得る範囲。語り得の範囲。ここにこう線があるんだと。いや語り得ないものって何って。例えば語り。語りそのものは語り得ない神秘によって支えられているので、なぜ語り得るのかとか、なぜ論理が、まあ論理学をベースにして議論していて、論理が成り立つっていうことを論理的に説明することができないと。論理は神秘であると。で、神秘が論理学を支えているっていうことを認めろっていうのが、その論理哲学論考っていう本の趣旨なんですけども、ここにこの語り得ないものがあるんだと。これはどこまでも語り得ると思うから、例えば原発をやってしまったりすると。制御できるはずがないんだけど、制御できるんだ。いや、必ず頑張ればできるみたいなことになってですね、それが人類を滅ぼすんだということをウィットゲンシュタインは考えていて、その近代の問題の根底はですね、語り得るものに限界があるんだということを認めていないことにあるから、この神秘主義を前提にした合理主義を立つべきであるっていうのはウィットゲンシュタインの哲学なんですけども、この図式を置くとですね、まあ、今の王室の話は分かりやすくて、これはまあ無と、こっちを無と呼んでいると。でこっちを有と呼んでいると。で、孔子はですね、もう完全にこう神秘というものがどういうものか、これがあるんだということをしっかり納得していたので、議論は全て語り得る範囲にとどめていると。一方ですね、老子とか荘子は、これのことはちゃんと分かってなかったので、このなんとかこの無を語ろうとするんだというふうに批判したわけですね。で、まあ、そんな気も私もするんですけど、でもまあ老子とですね、老子の本も書いたんですけども、論語の本も書いて、どっちが好きかと言われると、もう圧倒的に老子です。老子の方が面白い。で、論語は辛いみたいな。論語素晴らしいんですけど、読むの大変なので、老子の方がですね、なんかこう納得できるので、やっぱ老子の方が好きなんですけど、だからまあ、老子が劣ってると言われると、まあそうかなっていう気もしなくもないんですけど、まあこの観点からすればですね、こちら語りうるもののみを語り、語り得ぬものは語らないのか、そっちの方が筋が通ってるのは間違いない。ので、王室の言う通りかなっていう気もするんですが、で、そのですね、その、でも、その語り得ないものをなんとかこう語ろうとするっていう鋭意の中にですね、何かやっぱその、これ論語読んでもですね、こう芸術的感動は一切受けないです。先生は座るときに必ず座布団を正したとか書いてあるんですね。でみたいな感じで、これすごい大事なことなんですけど、そのでもそれが大事だって思えるにはですね、かなりいろいろ考えないといけないんですが、老子はですね、こう読むだけでこうなんかおーみたいな感じがする。やっぱりこのこっちについて語ろうとするときに初めて芸術とかそういうものが生まれてくるってことだと思うんですが。そのですね、老子には何て書いてあるかっていうと、老子のですね、老子はもともと2冊に分かれています。で、上巻と下巻に分かれてて、で、今、上巻って呼んでるやつは下巻だったんですね。で、なぜ分かるかっていうと、なぜか不思議なんですけども、論語はですね、絶対地面から出てこないんですが、老子はですね、2000年以上前の墓から 3冊、まあ、数え方によりますけど3箇所から発掘されていましてですね、昔がどんな形してたか分かってるんですね。すごいことだと思いますが、もともとのテキスト、最古のテキストが8世紀だったやつが10世紀以上バックするという大発見が20世紀に3回も起きておりまして、でそのもともとは今上巻というやつは下巻だった、で下巻というやつは上巻だったんですけど、途中で逆転してるんですね。なぜ逆転したかっていうと、その下巻のトップに出てる、文章がですね、すごく重要だから前に来ちゃったんですね。でそれがその道に関する議論になってます。で、これがですね、ここに書いてある、右側に書いてあるこのタオ、カータオってやつなんですけど、これ老子はですね、テキストによって全然違うんですね。あの表現が微妙に異なっていて、その微妙がかなり微妙な、かなり違うんで、
どの老子の本書こうと思って衝撃を受けたのがどれが老子か分かんないっていう、どれを老子だと思えばいいんだろうっていうのをだいぶ悩んでですね、だいぶ悩んだんですが、あちゃあちゃ、一応この私が採用したですね、その寛大のテキストにはですね、そのこんな風に書いてあるんです。この右側の1ページ目の右側のところに書いてあるんです。右の上の方に、これあの、古いテキストだからここの字が違うんですね。これ今の2000年前寛大以降のテキストではこれはこのこれに変わっています。ここはこの常に変わっています。でなんで変わったかというと、これ 最低なんですけど、そのこの字がですね、皇帝の稲見、いや皇帝の名前だったので、それを忌避してですね、これに変わっちゃってですね、それ以降2000年間こっちになっちゃったという、ふざけんなみたいな話なんですけど、そういう事情がありました。でそれがあの墓から出てきたので分かったんですけども、まあでもまあ基本的にあんまり解釈は変わりませんでした、幸いにも。 でこの意味なんですけど、これあの今のですね読み方、私はその小池さんっていう同志社大学の先生がですね編集された本に従ってテキスト、つまり元々の漢字の方を文章をそれに従ったんですけど、解釈は基本的に従ってなくてですね、その小池さんという方はですね、この前半部分をどう読むかっていうと、道は言葉に表現できれば高級の道ではないっていうふうに言ってます。で池田これ智久さんですかね、そのこれは本当に赤学ですけども、権威ですけども、この方はですね、道というものがあれこれ唱えられている中で、道として定立することのできる私の道も高級不変の真で道であるとは言えないって訳してるんですけど、この八文字をですね、2人訳すだけで全然こんだけ変わってくるんですね。でも言ってることには共通していて、何が共通してるかっていうと、高級不変、これを高級不変の道と、この常なる道と解釈していて、でこの川田尾っていうのをですね、語りうる道っていうふうに解釈しています。で、どういうことを言ってるかっていうと、道というものが、もしそれが語りうるものであるとすると、それは本当の常なる道ではないって言ってるんですね。さっきのあの、この語り得るもの、語りうるもの、語り得ないはずの道を無理やり語ったとしたら、それは道ではないというふうに言ってるんです。で、それはもうおそらくですね、こうほとんど全ての、注釈書がほぼこれで読んでいるんですが、それとですね、ちょっとその解釈非常に納得できない面があって、なぜかというとですね、そうするとですね、これいらないんですねこれじゃない語りで、これ語るって、ね、まずもう一個気に入らないのが、このタオっていう言葉には語るって意味があるんです。でだからそのこれで語りうるって読むんですけど、なんで急にこれだけ語るって思うんやというのは気に入らないですね。道道道って書いてあるんで、これだけ語るで、あとは道道っていう、なんかちょっとこじつけっぽいなって気がするので気に入らない。それ以上に気に入らないのが、これをですね、そのいらないじゃないか、だったら語りうる道は常なる道ではないと言えばいいのだって、この最初にタオっていうふうにこう最初に言う理由がないわけですね。だからなんか文章変だなと思って、それからもう一個気に入らないのはですね、その語り得ないものが常だとかっておかしくないですか。語り得ないんだから常でも何でもないですよね。その常ですらないわけですよ、ない無というものは。それをその常なる道とか言ったりしたら道が固定されてしまうので、なんか気に入らないと思っていましたら、その元宗皇帝がですね、元宗皇帝っていうのはあの例のあの楊貴妃に溺れてですね、国を滅ぼしたっていうんですけど、この人実は大学者なんですねいろんなものを研究して注釈書を発行しております。で、儒教よりも道教を重視して、こう世界、日本人世界というか、その中国中にですね、こう 道教の石碑を建てさせたりしたのが
最古のテキストなんですが、このですね、元素を皇帝が作らせたその注釈書があるんですね。だから何百年か前、千何百年か前には非常に権威があったテキストなんですけども、解釈なんですけども、それを見るとですね、まあ、こんなふうに注釈が書いてあるんですが、このぐちゃぐちゃ書いてあるやつ、このまま読んでも意味が分かんないので、それを翻訳し、私が無理やり翻訳したやつが下に書いてありますが、それでもおそらく意味が分からないので、ですが、そう言ってることはですね、この非常に面白くて切り方が違うんですね。元素はどう読んだかっていうと、他の方はこの道、こう切って読んだわけです。タオ、カータオ、フェイ、チャンタオ、ハンタオっていうふうにこう読んだわけですけど、そうじゃなくて、タオはカータオであると読んでるんですね、元素は。で、このハンタオではないと言ってる、チャンタオではないというふうに解釈しています。つまり、道というのは可能性としての道であって、恒常的な道ではないっていうふうに元素は読んでるんですね。で、この読み方のメリットはですね、2つあるんですね。1つは、まず道と全部道で読む。突然言うとか言わなくていい。語るとか言わなくていいっていうメリットがあります。それからこの場合はですね、ここにちゃんと道がないといけないです。これなかったら意味通じないですね。道を解けてしまって、川田を判断を読むのかな。道というのは可能性としての道であって常なる道ではないと読んだ方がですね、明らかにはそれ中国語としては言葉としては意味が通じてるから、幻想解釈正しいじゃんって思ってですね、こっちに正しいと思っています。でこっちもそうするとすごくスムーズに読めるんですね。で、あの、なというものは可能性としての名であって常なる名ではないと、こっちと全く同じように読めるんですが、普通の読み方、普通の老子の解釈だとこっちだけ言うになるんですけど、これは名の名付けを売るものは常なる名ではないってみんな名名名で読むんです。バランスが悪いですね。だから、こっちで読むべきであろうと思っています。で、そうするとじゃあ何を言ってるのかっていうと、まずですね、こっちは分かりやすいです。名は可能性としての名であって常なる名はその通りですね。例えばだから私が安富歩美って名前ですけど、私が別に安富歩だら実はどこにもないですそれどころか昔私は安富歩っていう名前だったんですけど、ある時ですね、なんか名前歩って名前を口にするだけで、あるいは人に言われるだけでなんかすごい不安になることに気づいてですね、なぜだろうと思ったら、これ母親に叱られる名前なんですね。歩って言われるだけでドキッてするっていうことに気づいて、すごい精神的に悪いので歩に変えたんです全部。これすごい面白いんですけど、まあ、盲点なんですが、住民票のですね、字変えるの大変なんですけど、読み方はね、届けて変えられるんですね。だから、歩みって届けたらそれだけで歩みになっちゃいましたので、住民票に書いてあるので全部銀行とかも全部書いてるんですけど、だから別にあの何でもいいんですよ。だからプリンセス機構とか名前って名乗ってくださっても全然構わない、読み方は全然構わないです。ジャイアントパンダでも何でもいいんですで、でまあ、それで歩みに変えたらですね、お手のこれ叱られる気が不安にならないんですね。だからやっぱ歩みの方が絶対私は自分に近いと思ったので変えちゃったんですが、まあ、それ可能性としては何に過ぎないので、名前なんて常なるもので何でもないと、当たり前のことですね。あるいはそのパンダっていうか、その犬とか日本語で言いますけど、中国語だったらゴーっていうし、英語だったらドッグっていうし、犬が犬っていう名前ついてるのは何の必然性もない、まあ、当たり前ですね。それと同じことをこれは道について言ってると。で、じゃあ道って何なのっていう話になります。で、それについて考えてですね、私ある時ふとですね、あ、そういうことだなって納得したんですけど、ベートーベンの5番という交響曲5番という素晴らしい音楽があってですね、大好きなんですけど、ベートーベンの5番って何ですかって聞かれたら答えようがないんですね。例えば、まあ、ベートーベンの5番の楽譜があります。ベートーベン自筆の楽譜ってあります。これベートーベンの5番ですかって言われたら、いや、それはベートーベンの5番の楽譜ですと。それはベートーベンの5番じゃない。じゃあですね、オーケストラが演奏したベートーベンの5番。あります、ね、演奏会して素晴らしい。あれベートーベンの5番ですか。いや、あれはベートーベンの5番の演奏ですと。あれはベートーベンの5番のいい演奏ですとか、ダメな演奏ですとか。
じゃあベートーベンの5番ってどこにあるんですかって言われてもないんですね。どこにもベートーベンの5番なんかないんです。あるのはベートーベンの5番の楽譜だったり、ベートーベンの5番の演奏だったり、ベートーベンの5番の解釈だったり、ベートーベンの5番に関する語りだったりするんですけど、ベートーベンの5番なんてものはどこにもないんです。だからそれが真のベートーベンの5番がどっかにあってですね、でそのある演奏がですね、その真の演奏に近いか正しくないか、近いか近くないかみたいな議論する評論家いるんですけど、まあ、明らかにバカですね、そんなこと言う人は。まあ、あるはずがない。それお前勝手に思ってるだけだ。だからお前の思ってるベートーベンの5番なのであって、真のベートーベンの5番ではない。真のベートーベンの5番なんかないんです。ただそれが世界の中で現象としてですね、演奏として、楽譜として、語りとして、解釈として、感動として、出現するものの全体の何かがベートーベンの5番なんですね。でもあるんです。あるんだけどないんです。それを言ってるんだろうと。だからこれはなんか何を意味しているかというと、存在とかあり方とかものがあるっていうことを他方と言ってるんだろうと。つまり存在というものは可能性としての存在なのであって、常なる存在ではないと。で、何というもの、そのベートーベンの5番というものに対してこうあれあれって言ったってダメだから、ベートーベンの5番って名をつけるわけですね。でそれをたまに運命と言ったりもします。でも運命とかはただあだ名に過ぎないんだけど、その名をつけないと認識することも語ることもできない、何もできないので、ベートーベンの5番とか運命って名前をつけるんですけど、それは単なる可能性としての名であって、常なる名ではないと。ベートーベンの5番といえばこの真のベートーベンの5番を必ず指しているとか、そういうことではないんだ。だから、真のベートーベンの5番があって、それはベートーベンの5番と言うんだみたいな考え方はこれダメよと。で、何がダメかっていうと、真のベートーベンの5番はないし、名前の運命とか名前も適当につけてるだけなんだから、そこに確固とした関係なんかない。ないけど、ないけれどもあって、名前なんかいい加減なんだけど名前はあるということを、まあ、これは言ってるんだろうと、まあ、こう解釈してですね、私は非常な感銘を受けました。なんて素晴らしいことを言ってるんだろうと思って、それで老子の本を書くことにしたんですけども、で、でそう思うとですね、こう道っていうのは、物があるとか、物がありあるそのあり方とか、まあ、ビーイング、英語で言うビーイング、ドイツ語で言うとザインとかですね、まあ、そういうことを道と言ってるんだろうと考えればいいのじゃないかというふうに思ったわけです。で今日ですね、お話ししようと思うのは、もう半分以上過ぎてるじゃないですか。待ってたことはない。まあいいや。まあ、ここで終わってもいいぐらいですよね。で結局何をしようとしてるかというと、この老子の解釈から得たこの道という概念は論語に当てはめたらどうなるかっていうことをやろうとしてるわけです。でそれでまだこれがですね、その便利、世の中便利になっておりまして、昔はですね、論語を全部覚えるぐらい勉強しないとですね、その道の要領とかってチェックできなかったんですけど、今はですね、台湾にですね、中国哲学小電子化計画という素晴らしいプロジェクトが行われていてですね、中国の古典が全部ぶち込まれています。だから検索一発でダーって出てくるんですね。道って言って、論語のところに道ってダーって出てきて、それをこうカットアンドペースでそうすぐ研究ができるという素晴らしいことになってまして、老子についてやろうとしたらですね、残念ながら老子はテキストがいっぱいあって、でその古いテキストは8世紀に成立したテキストは電子化されてるんですけど、私が対象にしているその墓から出てきたやつは電子化されてなくてですね、面倒くせえからまだ論文書けてないんですが、老子の方も道の要領をまあ研究しようと思ってるんですが、今は論語だけやっております。でその道という読み方をですね、言葉をですね、どうやって果たして今の考えでいけるかどうかを今からチェックしていこうと思います。で一番最初にこの左側、2ページ目を上げていただきたいんです。左側にですね、学字の11、理人20、両方2回出てくるんですけど、からですね、ダダ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 ってこうリストアップしております。これ一個一個潰していこうと思うんですが、まず学字の11の3年父の道を改めざる、こうと言うべきとベスト。これどう解釈するかということなんですけど、これ普通の解釈はですね、まあ、父がこれは金谷先生、岩波文庫の金谷先生の
注釈がですね、一番バランスが取れてます。いろいろ見たんですけど、いろんな説をですね、こうバランスよく、素晴らしいバランス感覚でですね、まとめておられているので、これが一番標準的だと思って私はいいと思ってるんですけど、まあ、なのでほとんど岩波文庫に金谷先生にケチをつけるということにしてますが、それは金谷先生のものがとても優れてると思うからそうしてることだということなんですけども、これはですね、父が死んでから3年の間父のやり方を改めないのは孝行だと言えるっていうふうに解釈されてるんです。でもこれ昔から論争がありましてですね、例えば楊寿達っていう中国近代の哲学がですね、3年改めないっていうのは、その改めないといっても害のないものに限るという謎の主張をしておられます。だったら害のないって何だったら何でも害がないって言えば改めるってことで、全然孝行じゃねえじゃんみたいなことなんですけど、なんでこんなことを言うかっていうと、それはですね、その理人編のですね、18に、父母に仕える時にはそのお父さんお母さんを使えると言っても怒らせないようにちゃんといさめるんだと、何でもかんでも言うことを聞くのではなく、使えるということではなくてちゃんといさめるっていうことをするのが、だけどその時に親喧嘩にならないようにちゃんといさめるみたいなことが孝行なんだっていうことが書いてあるんですね。で、生きてるやつでもそれちょっとお父さんおかしいんじゃないですかって言って言うのに、死んだやつを改めないのはおかしいんですね。だから論理が一貫しないの でそれで困ってですね、昔からこう論争があるんです。で、なんでここが困るかっていうとですね、このやり方、道をですね、やり方って解釈するから困るんですね。で、それをですね、あり方に変えちゃうっていうのは私の提案で、そうすると3年父のあり方を改めない、こうと言うべしと。何のことかっていうと、例えばお父さんが亡くなってその部屋を、あ、親は死んだが、でも片付けちゃえとか言ってガーンと片付けるやつは親孝行じゃないですね孝行息子そんなことしないです。お父さんが死んでものすごく悲しいと思ってるんだったら、その遺品とかその部屋とかもできるだけそのままにしておきたいっていうふうに思うのが孝行息子というものですね。それがもう何ヶ月経っても片付ける気になれなくて、3年ぐらいどうしても手がつけられるやつがいたら、そいつは孝行息子だなというふうに言ってるとすれば、非常に納得できるわけですね。で、あるいはですね、別のところでその儀礼に関する主張があって、それは神を祀るときにはまさにそこに神がいるかのようにするのが正しい儀礼のやり方であるという説がありまして、だからお父さんが死んでからもお父さんがまさにそこにいるかのように使えるというようなやつがいたら、そいつは孝行息子だと。それを3年やるようなやつがいたらマジで孝行息子だと言ってるんだとするとですね、非常に私は納得できる文章だと思うので、この道というのはやり方ではなくて、あり方、あるいは存在、そういうふうにこう解釈した方が意味が通じると思うんですね。で、2番目はですね、その学事の12ですけど、礼の要は和をもて尊しなす、洗脳の道、これを美となすみたいに思うんですが、これは岩波文庫の訳だと、礼の働きとしては調和が尊いのである、昔の西洋の道もそれでこそ立派であったって書いてあるんですけど、西洋の道って何じゃっていう問いが発生します。で、これは私の解釈で言うと、昔の西洋のあり方は立派であったと、全然問題ないわけですそうすると非常にスムーズに理解できます。で、これ8一の16で、古の道ってのは昔の道とか言って、これ古の道って何かよく分かんないんですけど、昔のあり方、昔はそうだった、昔の道はやりか、昔のあり方は立派だったとかいうふうに解釈すれば全然問題ないわけです。で、次、理人の5、この章はですね、富貴、お金持ちになるというのはみんながなりたがるところであるけれども、それもその道を持って得たのでなければそこに安住しない。で、貧困はですね、人の憎むところであるけれども、その道、貧困であったり卑しかったりすることは人の憎むところであるけれども、その道を持って得たのでないならそこを去らないというふうにこう解釈します。で、でもその道を持ってって何じゃっていうのがですね、解釈の困難になっていて、で、それは普通はですね、それ相応の方法とかいうふうに言うんですね。つまりお金儲けるのもちゃんとした方法でお金を儲けるとかですね、貧乏、でもそれ問題が貧乏になるのもちゃんとした方法で、もう1時間前、いやもう10分前あれがあるんですか、質問コーナーがあるんですか、もう全然間に合わないですねで、それでその、
君主にとってはですね、そのでこれをそのあり方っていうふうに解釈する、つまり自分自身のあり方っていうふうに解釈するとですね、自分自身のあり方にふさわしいものとしてお金持ちになったんだら、それは君主にとって落ち着かない、あ、すいません、あり方にふさわしいものとして得たのでないならですね、自分自身のあり方にふさわしくないのにお金を儲けてしまったら君主にとっては落ち着かない。たとえ貧乏になったとしても、それは自分自身のですね、あり方としてふさわしくなったのでないならですね、別に気にしないと、自分は自分なんだっていうふうに思ってるっていうふうに解釈すると分かりやすくなります。で、もうこれ全然時間がないので、実はですね、これ、順番にやっていくと、なんですか、ほとんど OK だということを示せるんですが、有名なやつだけに絞っちゃうと思うんですが、その明日に道を聞かば夕べにシストもかなりっていうこと。この道を聞くってなんだっていうことなんですけど、まずですね、その、世の中が素晴らしい道徳的な世界になったっていう知らせを聞いたらとかって、なんか変、そういう変な解釈するんですけど、そんなニュース見たからといって急に死んでもいいとかって今一つ納得できないんですね。だからこの場合はですね、道を聞くっていうのはすごい大事で、で聞くっていうのはつまり耳で聞くってことなんですけど、その道を耳で聞くとかって無理なんですね。で聞こえるとしたら、それは内面からの内なる声を聞くとかっていう場合だったら、別に耳から通じなくても OK なんです。で道ということを、例えばですね、なんか優れた何かあり方とかいうふうに解釈すると、内面から優れたあり方かとか、なんか今わけわかんないんですが、あり方っていうふうに解釈すると、つまり自分自身がそうあるというあり方を、ある日突然自分の内側からですね、納得することができたら、聞こえてきたら、あ、俺ってこういうふうに生きればいいんだみたいなこと、あ、こういうふうにあるんだっていうことが、もしも聞こえたとしたら、その時はですね、あの死んでも、もう死ぬか生きるかとか、もう気にしなくなるんだ。あれ逆に言うとですね、もっと納得できるんですけど、自分が何者であるかとか、どうあるべきかとかよく分かんないでいるとですね、死ぬのが怖い。まさに俺そうだなって、自分はそうだなと思うんですけども、そういうふうに解釈するとですね、非常に納得できるわけです。で、でまあ、こういうこの最初のですね、この一章はこのあり方グループです。で、これ大体これで自らチェックしていただきたいんですけども、あり方で OK のグループで、次にですね、その秩序化っていう、つまりあるっていうことだけではなくてですね、物事がきちんとあるみたいなふうに拡張した解釈をするとですね、OK なものがですね、たくさんあります。で、例えばですね、で、これどういうことかっていうと、その、つまり、世界はですね、エントロピー第二法則という、熱力学第二法則というやつに支配されていまして、全ては無秩序化に向かうわけですね。バラバラになっていっちゃう。だから、物事が秩序化されるためには、秩序化するっていう力が働いているときのみ、人間の身体とかあるのはそういう、その作用のことを未知と呼んでいると、に解釈したらいいだろう。まあ、人間があるっていうのは、エントロピー則によって、無秩序に向かうものを、身体がですね、こう再生産して何とかこう形作るっていう方向に作動してるから、私たちの身体であるわけですね。でこの作動のことを未知と呼んでいると、あるあり方っていうのはまさにそういうことですよね。その作用の方を呼んでるんだって考えるとですね、この例えばですね、8つの24っていうやつ、天下に満ちなくて久しというのを、世の中がですね、そのむちゃくちゃな方なんですか、倫理とかが失われて久しいとかいうふうに解釈するんですけども、まあそれはいいんですけども、でもこれ単に秩序がなくなって、秩序化する作用が失われてから久しいと読めばですね、それでスムーズに納得できるわけですね。でその次の高野町の2っていうのは、国に道あれば愛されず、国が無道になっても経力を免れるっていう、これ正しく、これをですね、正しく統治されているとか、正しく統治されてないっていうふうに読むんですけども、別にこれを秩序化されている、秩序化されていないって読んでも全然構わないわけです。だから、道というのをですね、その、あり方っていうことから、でその次、陽夜の24っていうのがですね、一番わかりやすいんですけども、死曰く、生一変すれば路に至り、路一変すれば道に至るっていう。つまり、生というダメダメな国はですね、ちょっと改善すると炉という炉の孔子がいた国と同じぐらいのレベルになり、で炉がですねちょっと一回変化するとこう道に至るっていうふうに言うんですけど、
ロっていう国はですね、その論語に出てくるだけでもダメダメなんですね。トラブルだらけで、到底ちょっとぐらい改変したからといってですね、理想的な状態になるとほど遠いことが論語を読めば明らかにわかる状態なんです。一変したからといってですね、理想的な状態に至るというのはおかしいんですね。で、まあ、でもこれを元にして老っていう国は理想的だったっていうふうに昔の中国人は思うようになっちゃったんですけども、でも明らかに論語を読めばですね、この国ダメだよねっていう感じなので、で、正義という国はもっとダメだと言ってるわけです。で、じゃあ何を言ってるのかっていうと、炉がもう一回変化一変すればですね、秩序ぐらい秩序は一応保たれるっていうふうに解釈すればですね、全然 OK なわけですね。だからこの道というのを理想的な状態とかいうふうに解釈しないで、秩序化が起きているっていう、炉が一変すれば秩序が一応実現できると。でも性はですね、もっとひどいから一変ぐらいじゃなくて二変ぐらいしないと秩序が保たれないぐらいダメダメになってるというふうに解釈した方が私は筋が通ると思うんですね。だから、その秩序化っていうふうに、秩序化の作用が働いている、働いていないとかいうふうに解釈すればですね、OK だっていうのはこの第2のグループです。で、第3のグループはですね、この道っていうのを導くっていうふうに、この下にですね、寸をつけたら導くっていうですね、動詞になるんですけど、まあ、これで OK なものがリストアップしてあります。で、最後のですね、この道。道がですね、生じたりすることもあるんですね。これだけお話しして終わりにしようと思うんですけど、生じる道っていう、つまり2ページの、3ページの初めにですね、2ページの終わりから3ページの初めに出てくる、有名な章ですけれども、これの私の解釈はこうです。勇士は言った。その人柄が皇帝であって、それゆえ、礼を守りつつ、よく神を犯すような勇気と知恵のあるものは少ない。よく神を犯すことができないでいて、よく乱をなして本当の意味での調和をもたらすものは未だかつてあったことがない。で、君主は根本を大切にする。根本が定まって初めて道が生じる。皇帝こそはまさに仁の根本をなしているというふうに私は解釈するんですが、何言ってるかというと、これが普通はどう解釈されているかは各自で調べていただきたいんですが、私の解釈はこうなんです。まずですね、皇帝、あと礼を守りつく、よくですから、その普通の解釈しないと意味がないかなと。皇帝、お父さんにこうだったりお兄さんに手だったりするっていう人で、上目上の人をですねに乱暴を働いるようなやつはいないっていうふうに普通解釈するんですけど、でもその別のところではですね、ちゃんと先生で君主に使える時にはちゃんとその人に対して諌めたり、その人に対してそれを上の人を犯せって言ってるんですね。その人の権威を侵犯するようなことをしなさいっていう孔子は言っていて、それと矛盾してしまうんです。だからこの場合はですね、その神をよく神を犯すっていうのは、自分の上司である君主とかに対してその還元ができる、諌めることができる、反対することができる。だけどそれがですね、昔の君主とかに反対すると何が起きるって、すぐ首跳ねられちゃうんですね。で、すぐ首跳ねられたらそれは元も子もないわけです。だからよく神を犯さないといけないわけですね。なので君主に対して意見言ったりするんだけど、死刑にされないっていうことがよく神を犯すっていう意味だというふうに私は解釈すべきだと思っていて、そうするとですね、そういうことできるやつは親孝行に生まれついてるようなやつなんだと。つまりお父さんお母さんとの間の関係が良好なやつであれば、自分の君主に対しても関係を良好にすることができて、そしてその父や母に仕えるときは諌めろと。だけどそれが父や母の権威を傷つけたりしないように諌めろと言ってるのと同じように、君主を怒らせたりしないで自分の意見を通せと。そんなことができるやつはお父さんお母さんにも当然同じことができているはずだっていう意味だというふうに解釈するんです。で、よく神を犯すものでなくてですね、乱を作る者はいない。乱っていうのは論語ではですね、いい意味に使うんですね。乱心っていう、乱を起こす家臣と書いてですね、その、すごく立派な王様には、乱心が10人いたっていう文章があります。だからそれはその乱っていうのは、つまりまあ論争とか、そういうことなんですね。だからその対立とかを作り出すってことが乱なんですけども、乱を作ることができない人に秩序を作ることはできないっていうのが論語の考え方だと私は考えていて、
自分の意見とか言ったりしてですね、君主に通そうとしたら当然それに反対する人が出てきますね。そこで問題が発生します。これが乱です。だから君主に対して死刑になることなく意見を通すっていうようなことができるやつでなくって、乱を起こせるやつはいないわけですね。当然なぜかというと君主に意見を言って殺されるか、まあ、しょうがねえなとか言って黙っておとなしくしてるかになりますから、乱は起きないわけです。乱を起こせるようなやつはつまりよく神を犯すものである、当然のことですね。そう解釈すれば。そして、いまだ、ほら、それで君主は元を務むと。元立ちて道生ずって、ここで道生ずが出てくるんです。で、その元立ちて道生ずって、君主は根本を大切にすると。で、根本が定まって初めて道が生じるっていうふうに出てくるわけですね。だから、これはですね、その、ここはだから、その、つまり親子関係が円満であって、それに対して親に対して、で親は子を慈しんで子は親を愛しているというような状態があって、そこからですね秩序化する力が出てくるっていう、元たちで道生ずっていうふうに言ってるんだと思うんです。つまり君主に対して意見を言うこともできず、あるいは君主に対して意見を言うと殺されてしまうようなやつは秩序を作り出せないわけですね。そうではなくって、君主に対してきちんと意見を言って、しかも死刑になったりしないでいるっていうやつがいて、そしてそのそうすることによって他の家臣との間に問題が発生したりしても、それでもそれを乗り越えていける人が初めて秩序を作り出すことのできる家臣なわけですから、そういうことはもともと親子関係がしっかりしてるっていう元があって、初めて秩序化する作用が出てくると言ってると。だから皇帝こそは仁の根本なんだっていうふうにこう解釈するとですね、この章は意味が通じるっていうふうに私は考えてます。でもう時間はあれなんですけど、もう一つだけ最後にですね、一番その3ページの下にですね、下じゃないな、3ページの左側の上から2番目すぐ下のところにですね、その西賀っていう人が、皇について問うた問答があって、それは何かっていうと、この人お父さんが死んだんですね。でそれで喪に服してるんですけど、1年経ったところですね、もうやめたいですってこう孔子に言うんです。3年やれって先生は言うけど、もう私1年で無理でそうして孔子はですね、お前はそれで問題ないの、辛くないのって言ったら、いや平気ですって、じゃあもうやめなさいというふうに言う問答があります。 でその後にですね、その孔子はですね、そのこの才賀ってやつには3年の愛がなかったのだなっていうふうに言うんですね。でお父さんがいないんじゃないんです。お父さんいるんだけど、そのお父さんはこの子に3年の愛、生まれてから3年間本当に慈しむってことをしなかったんだなって言ってるわけですね。だからそういうふうに親が子供に対して3年の愛を注がなかった場合、子供が親孝行にならなくたって、それは当然仕方がないから、無理やり3年の喪に服す必要はないと孔子は言っていて、だからその孝っていうのは、つまりその3年の愛というものがあって初めて成立するんだというふうに言ってるんだと私は解釈しています。だから そういう親子関係であればですね、当然お父さん死んで3年ぐらいはですね、その部屋を片付けてしまったりとか、もう喪に服すのやめたりとかできない、そういうやつであれば君主に対してしっかり意見を言うこともできるだろうし、そういうやつであれば秩序を作り出すことができるだろうというふうに言っているんだと。これがその論語のですね、道というものだというふうに解釈するとですね、一貫しているだろうというふうに思うわけですが、10分過ぎてしまいました以上で終わらせていただきます。まず老子がですね、その儒家に対して批判的だっていうのは、古いテキストになればなるほど消えていくっていうことも発見されてるんですね。だから墓からで、その8世紀以降の流布しているテキストでは老子は儒家に対して非常に批判的なんですけど、古いテキストを見るとですね、あれないみたいなところが何箇所かあって、おそらくですね、あんまり気にしてなかったっていうか、その儒家はですね、北の方ですよね、黄河周辺で、老子はおそらく陽子校周辺なので、連絡なかったんじゃないみたいな方が、まあ自然な解釈だと思うんです。でなので当然言及は少ない。でも考え方が同じかって言うとやっぱり違うと思うんですね。で何が違うかっていうと、その老子の方はやっぱりそうおっしゃったように、より
人員を配していけばいくほど物事はうまく回るっていうふうに考えていた。だけども、孔子の場合はですね、その親子関係っていうことに非常に大きな注目をするわけですね。その人間社会の根源、人間関係の根源は親子関係にあって、で親子関係がそのスムーズで豊かでないと。それはつまり親が子供を3年の間与え、子はそれに応えて、あ、本当に親を愛するようになり、死んだら3年の重に服すような親子関係があまねく広がっていないと、いくら自然にやるっつったって暴力だらけになってしまうと。だから親が子供を虐待するような、そして子供が親に対して反抗するような、そういう社会だと秩序は望めないっていうふうに考えたと思うんですね。でこれが、老子の考えと反するかっていうと微妙なところだと思うんですけど、じゃあ人間はですね、ほっとくと子供を虐待するのかっていうと、私はするような気がするそこまで立派な猿じゃないっていう気はするんですね。というのはやっぱりかなりの哺乳類が子供を虐待するんですよね。 でも人間ほどやるやつはいないんですけども、人間ほどやるやつはいないんですけど、やっぱりそこはですね、ほっとくと、そうなってしまう面があって、そこに対してですね、何らかの秩序化の働き、子供がこうにならないような子育てすんじゃねえっていう働きかけが必要だって老子が考えてたっていうのは、で老子はそうは考えてなかった。やっぱ余計なことすると余計に子供を虐待するようになるからみたいな考えだったっていうふうに考えるとですね、その老子両者の論点は噛み合いながら意見が違うんじゃないかなと思ってます。いやもう私もぜひ知りたいんですけどでもですね、その老子よりもやっぱり そうなるとやっぱりこの論語の中にやっぱりヒントがあると思っていて、それはやっぱりその孔っていうようなものが自分にあるかどうかですね。つまり親3年の間によって育まれて、自分自身の中にその君子になる種があるかどうかって考えていて、で私の場合はなかったんですね。さっきも言ったように、その自分の名前を呼ばれるとドキッとするような親子関係でしたから、それはなかった。でなので、その私の場合はだからそれをどうやって回復したらいいだろうかっていうことをちょっと考えていて、で、まあ、私がこんな格好をするようになったのもですね、その自分の中に秘められている何かを押さえつけている限り、やっぱり他人に対して暴力を振るってしまうということを考える中で、こういう自分自身によりふさわしくなろうと思って、まあ、それをその忠っていうふうに理解してますけど、忠っていう概念はもう自由みたいな心の真ん中に立ってるっていう意味だし、序ってまあ序っていうのは心の如しですよね。で、あの風刺の道は忠序のみっていうふうに、先生の道は忠序だけであるっていうふうに、先生の道、それは先生のあり方は忠序だけでできてるっていうふうに言ってるわけですけども、常に自分自身から離れないでいるっていうことを言ってたんだと私は解釈しますが、そういうふうにあるにはどうしたらいいかっていう努力をするっていうことだと思うんですけど、でそれはでもそれをするとですね、必ず乱に至るっていう、乱っていうのがこう発生するんですけど、これを恐れてはいけないんだと。でこれを恐れずに、でもそのためにですね、乱のために乱を引き落としたり、他人を攻撃するんじゃなくて、その自分の中にある周りにあるコミュニケーションがおかしいと思ったら、そのコミュニケーションを正そうとして、で乱が発生することを恐れないのをこう言うというふうに、で言うがなかったら人ではありえないというふうに孔子は言うわけですけども、こういうことを恐れないで、それでもこういうことが起きるとですね、トラブルが発生するわけですね。トラブルが発生して非常に苦しい、ひどい目に遭ったりしますけども、でこういうことからちゃんと学ぶと、学習して成長するっていうことを続ければですね、徐々に道から外れずに生きていけるようになるんだっていうのが一応論語のセオリーだと思いますが、これが正しいかどうかは分かんないですねただひどい目にあって終わるかもしれないですけどでも私は、まあ、まあこれしかないって言われたらそうかなっていう気はするんです。 でもやっぱりそれは本当にあの人それでも本当に最も重要なテーマだと思うんです。なのであのここに馬が出てくるのは、私はそのホースセラピーっていう馬と接することによって、なぜかっていうと馬ってものすごく巨大で力が強いんですね。普通のサイズの馬でだいたい400キロから500キロあります。全身筋肉でできてて、その相撲取り4人分ぐらいのパワーがあるんですけど、でもその馬はですね、牛とかと違って牙もなければ角もないんですね。豚とか牛と違って、でできるのは後ろから後ろ向いて蹴るっていうことなんですけど、後ろ向いて蹴ると当たらないんですね
非常に攻撃性が性能悪いんです。で何してるのかっていうと走って逃げるっていうすごい性能力に特化した生き物で、ものすごく強いのに暴力はあんま振るわない、まあ、噛んだりするんですけど、噛まれるんですけど口このぐらいしか開かないんでガブって噛まれたりしないんですね。この辺をプチッとか噛まれるぐらいなんで、なのでその暴力性をほとんど持たない強力な生き物っていう、なのでこいつと接するとですね、あんまり恐怖心っていうのが徐々に和らいでいくっていう効果があります。なので私はまあこの馬っていうものをすごく重要な、人間にとって重要な生き物だっていうふうに考えてるんですけど、そう思ったらですね、その孔子の職業は何だったかって問題があって、御者だった説が有力なんですね。で少なくとも孔子は家に馬を飼ってたんです。だから馬屋が焼けた時に先生がこう孔子が宮廷に行ってる間に馬屋が焼けたんですね。で帰ってきた時に人は怪我しなかったかって聞いただけで馬のことは聞かなかったっていう章があるんですけども、そのぐらい孔子は馬のことを大事に思っていたんだけど、馬屋が焼けた時に馬のことではなくて人が焼けなかったかって怪我しなかったかって聞いたっていう逸話なんですが、だからですね、馬に実はすごく学んだんじゃないかっていうふうに思っています。で何を学んだのかっていうことなんですが、時間分かりそうです。その馬はですね、人間と違って個体識別があんまりできないんですね。だからよく不思議に思われたことはないかと思うんですけど、犬を飼い主でないのに散歩させようとするとどうなりますかね。噛まれたりしますよ。馬は誰でも乗せてくれるんですよ。なぜ、例えば馬泥棒っていうのが西部駅でよく出てきますけど、それになるつまつまでる馬をですね、ガーって乗ってどっか行っちゃいますよね。あれはエンジンかかった状態でキーがついたもので車が止めてあると同じなんですね、馬というのは。なのでいつでも乗っていけるんです。なぜかっていうと飼い主かどうかわからないんです、馬は。だから個体識別能力があまりないんですね。なのでじゃあ何に従うかっていうと、じゃあ馬に対してじゃあ誰でも何でも乗れるのか、そうはいかないんです。ちゃんと乗らないと蹴られて死にます。だから、馬に乗るにはですね、ちゃんと馬との間のコミュニケーションを実現するためのプロトコールに従って乗れば乗せてくれるんですね。でこれが私は霊っていう概念だと、元ではないかって今思ってます。つまり馬同士はお互いのコミュニケーションなら、馬と人間はですね、お互いのコミュニケーションのパターンを習熟し合うんですね。そして習熟し合うと人と馬はちゃんとコミュニケーションができて馬に乗ることができます。で馬をたくさん集めて、馬に乗ってる人がたくさん集まってる集団もお互いのコミュニケーションをきちんとプロトコールをですね、やり合ったから全然お互いに全員で習熟すると集団として機能します。で孔子はですね、これに秩序の根源を見たんじゃないかって思っていて、これを霊と呼んでるんだろうと。で人間はですね、逆なんですね。人間っていうのはものすごく個体識別する能力の生き物なんです。もう多分おそらく大脳のですね、なんでこんなに脳みそがでかくなったかっていうと、これ個体識別して誰に何されたかを全部覚えてやろうっていうそれすごい能力が高いんですね。それだけいつまでも覚えてる。ちょっとパッて見ただけで誰か分かるんです。で全く逆の生き物で、個体識別にものすごく特化した生き物であるのにですね、でも東京とか来たらどうなるかって、会ったことのあるやつなんかほとんどいないわけです。でそうするとですね、人間は個体識別にものすごく依存する哺乳類であるにもかかわらず、自分自身が作り出した社会で個体識別がほとんどできない空間に暮らさないといけなくなってしまった。これが都市化っていうものだと思うんですけども、孔子の時代に都市化っていうのは始まったわけですね。その時にどうやって、じゃあ今までは全部個体識別で誰に何されたとか、もう親の代もみたいなのを覚えててですね、それによって秩序を無理やり維持してたのがバラバラになってですね、ガーッと集まってくるみたいになった時に、じゃあどうやって秩序を作ったらいいんだっていう問題に直面した時に、孔子はですね、自分の職業である御者としての経験、あるいは馬をですね、ホースラバー、馬を一生懸命大事にしている人として学んだ、馬同士馬と人間がやり取りするようにやればいいんじゃないかっていうことで、お互いにきちんと挨拶するとか、相手を思い合ってこう丁寧に振る舞うとか、いうふうにお互いにちゃんと習熟すればですね、それで秩序が形成されるんじゃないかっていうふうに考えたのではないかと、というのが霊という概念かと思う。だからつまり馬に学ぶっていうことはですね、その一つの解決方法でもあると思いますし、それからだからそのでよく考えると、その霊ってどういう時に役に立つかっていうと、人に文句を言う時にすごく役に立つんですね。だから誰かに文句を言う時に、あなたの前はとか言って怒鳴りつけたりするとですね、必ずトラブルになりますけども、非常に丁寧に文句を言うとかなりの確率で通るわけですね。
だから礼儀作法というのはですね、人と対立するときに、もう乱を起こすときに一番重要な役割を果たすということなので、礼儀作法に習熟するっていうのも一つ大きな方法ではないかということがですね、塾の方から出てくるというふうに思います。長くなりましたけども、はい、それでは一人先生、非常に面白いお話ありがとうございました。